ナムシューティーでーす。クリッチです。コウソラです。はい、お願いします。というわけですね、本日はね練習会ということで、この二人に来てもらいました。もうフル株メンバーです。お願いします。お願いします。というわけで本日ね4時間撮影が、あるので、まずね僕最近野球スクールで野球を小中学生に教えているんですけども、まずお手伝いをしているんですけども、その塾長さんが山本仁さんといってドラフト3位でヤクルトに入団した僕の2つ上なんで、吉典さんと同い年てか同期か、吉典さんと同期、吉典さんがドラ1の時にその山本さんはドラ3だったっていう方がね今教えてるんですけど、とここからなんですが大変申し訳ございません。機材トラブルにより、音声が入りませんでしたので、ここからは両平のアフレコでお楽しみください。まずは下半身だけですね。お尻と足を使って全身で歩いていきます。下半身フルで使っています。これね、股関節だったり、太ももを動かしております。そしてバックで戻っていきます。これもね、ちょっと今までにない動きのためなかなか後ろに進んでいかないんですよね。はい、そして次は四つん這い気味ですね。ただ腰は浮かした状態で、四つん這い気味になって、そしてまずは腕だけを進めて、そこに足を持ってきて戻していく、そして前に進んでいくといったような感じになります。これもねちょび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 進んでいく感じですね。はい、まずは腕だけを伸ばして進んでいく、そして足を近づけていく。これもね、ゆっくり、正直ゆっくりやった方がきついかなと、腹筋ローラーをねやってるような感じですね。イメージ的には腹筋ローラーを体だけでやっています。さあ進んで足を近づけて戻していく。これもねなかなか体全身使うのできついんですよね。はい、そしてねこれ戻ってくんですけれども、これ踏ん張りがないとズドンって落っこっちゃうんですよ。体が伸ばした状態で、はい、まず足の踏ん張り、そして体を近づけていく、体だったっていうか腕ですねを近づけて戻していく。はい、頑張って。そして次はスパイダーウォークです。これね本当に動きが複雑なんですよね。右足が前に出ているときは右腕を近づける、腕的には右腕が後ろといったような感じですね。そして左足が前になったときには左腕が後ろ側にある状態になります。そして交互にしてね前に進んでいきます。さあちょっとクリッチが苦戦しているか。そうですね、これね初めて見ると多分普通は右足出した時に左腕が前になって走ったりね歩いたりしていくと思うんですけども、それがね逆ですからね、はい、クリッチ苦戦しているのでここで翔平サポート入ります。はい、形をしっかりと作って。そうなんですよね、これ頭で考えながらなのでね、なかなか難しいと思ったら考えて進んでいくので、はい、大変ですね。そして続いてね、同じスパイダーウォークなんですけれども、前進させる足を一回上に大きく上げます。そしてまた同じようにねスパイダーウォークをしていくような感じになります。お、クリッチいい感じじゃないかこれ。さあ、やっぱりねどうしてもまあ着地して最後にいい形になっていればいいので、おーいいねいいね、クリッチいい感じになってきましたね。そうです、相当難しそうでした。はい、続いてはね肩を回しながらのスキップしていきます。これはね後ろに回したり前に回したり、これ大きくしっかりとね円を描くように、もうね肘を背中につけるぐらい大きく回して肩甲骨をね動かしていきます。そして歩きながら肩回しをして腕を前に上に、はい。次はねこれはね両平も以前やりました、走りながら腕をね右腕は前、左腕は後ろにます。そして今度はね回す方向を逆にしてなんですけれども、これクリッチどっちも前回しになっちゃってます。やっぱりね普段と同じ動きじゃないので難しいですよね。もうクリッチはここでね地上でクロールをしておりました。はい、そしてこれはね
一緒ですね、両兵以前やりました立ち幅跳びをしてからの着地の時にキープをするとしっかりと止まる。はい、これね、遠くに飛ぶのがコツです。コツというかポイントですね。着地し終わった後にスクワットのような体勢になる。できるだけ遠くに飛んで着地。そしてね、これね、後ろに飛んで戻るときは難しいんです。おーっとっとっと、クリッチ腕がやっぱりね、後ろに飛ぶってなかなかないですからね。おー、大久保もこれは、はい、二人とも腕の振り方が違います。戻るときは腕の振りを前から後ろにして、はい、飛んでいきます。おっと、クリッチこれね、キャインさんになっちゃってますね。難しいです、やっぱり。はい、これもまあやっぱね、さっき言いました、普通の動きではないので考えながらやるので難しい動きとなっております。そして飛んだ後には腕をまた前にね、これはさっきとちょっと違うんですけれども、しっかりと前に戻していきます。さあ、飛んで腕は前、そしてこの後は音声戻ります。通常の音声でお楽しみください。はい、ではですね、お次ダッシュします。瞬発ダッシュ、はい、長い距離はやりません。長い距離やると有酸素になっちゃうから意味がないから、もう短いダッシュをします。ボールが4つあります。まず3個目まで行ってこっちを向きながら戻る、2個目まで、そしたら切り返して4つ目までダッシュ。 OK、はい、ですか。はい、はい、よーい、スタート。よし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 、一番やべえ、一番外野の配送ですね。僕が一番得意ですわって言ったら全然できてなかった。ここだ、よいしょ。あ、逆、よいしょ。おー次簡単、次は前ダッシュして 3つまで行く、そしてそのまま更新、あ、2つ目までで前、はい、よーしゃと、よいしょよし、いやこれスパイクないと無理だ。釣れた、はい、よいしょよいしょ、いやじゃあお疲れ、頑張った頑張った。これね、みんなでやっぱ支え合ってやるのが一番いいよ。そうですね、切り返し試合でも何ていうんですかね、V 間挟まれたとか、あと打球の追い方の切り返し大事になってくるので、それがこのアップとかアジリティでできるのはめちゃくちゃいいなと思いました。そう、これやった方がいいよ。基礎的な動きがこのアップでなんかできるなっていうのが一番思ったんで、やっぱ少年野球とか僕たちももしかしたらね、やんないといけないかもしれないですけど、そうです、おすすめですね。そうですよね、これはね、本当にやった方がいいなと。プレーをさ、ね、野球の試合をする前にやっぱやっといた方が、うん、動き良くなるし、動いてないとやっぱこっち動けないから、これやった方がいいなって改めて思いました。じゃあ次いきます。